G 用のカスタムキャラクターシートキャラクターシートはテーブルトーク RPG においてプレイヤーキャラクターの肉体的精神的な状態を書き留めておく文書のことであるキャラクターシートはユーザーが自作するほかゲームタイトルごとに専用のキャラクターシートを使用する紙を用いる場合紙のサイズとしては B5 と A4 などがある多くのキャラクターシートは 履歴書に似た様式で作られており、キャラクターの名前、能力、ヒットポイント、経歴などを書き留める欄がある。記載項目はゲームによって異なり、プレイヤーキャラクターに複雑な能力を設定することができるルールのゲームや、記載項目が多いゲームでは、一人のキャラクターの能力を書き留めるのに、複数枚のシートを必要とすることもある。履歴書に写真貼り付け欄があるように、 キャラクターシートにもキャラクターの自画像を描き込むイラスト欄が設けられているものもある。書籍タイプのルールブックでは、端末ページや裏表紙、またカバー裏などにキャラクターシートのフォーマットを印刷しておき、それをユーザーが必要に応じてコピー機などで複製することが可能になっている。文庫サイズのゲームでは折り込みチラシのような形でキャラクターシートが1枚だけ添付される場合もある。 インターネットが普及してからは、そのゲームの公式サイトにて PDF 形式のデータでキャラクターシートを自由にダウンロードできるサービスを行っているゲームも増えた。ユーザーはそのデータを必要な時にプリンタで印刷をすることができる。キャラクターシートは原則的に消耗品である。一人のキャラクターにつき一枚のキャラクターシートが消費され新しいキャラクターを作るときには、 新しいキャラクターシートをユーザー用意する必要がある。近年ではコンビニエンスストアなどでコピー機がどこでも安価に利用できるようになっているがテーブルトーク RPG の例名機にはコピー機の普及度も弱かったため直接書き込めるキャラクターシート数十枚をゲーム製品に添付しているものもあった。またアドバンスドダンジョンズドラゴンズやギアアンティークルネッサンスなど キャラクターシートを商品として別売りしているゲームもある。ガープスではガープスキャラクターアシスタントというキャラクターシート自動生成ソフトウェアがスティーブ・ジャクソン・ゲームズ社から販売されている。これにより作成したキャラクターシートの PDF や HTML への出力が可能なほか各種サプリメントにも対応しガープスの複雑かつ膨大なデータが多いルールでの キャラクターの作成を容易にしている。ゲームによっては、キャラクターシート以外にもいくつかの消耗品としてのシートがセッションに提供されることもある。例えば、メカものやロボットもののゲームなどでは、キャラクターが所有するメカのためにシートが用意されることがある。また、FEAR 社製作のゲームには、レコードシートやセッションシート、スティーブ・ジャクソン・ゲームズ製作のガープスには、 キャンペーン計画シート、GM 用管理シート、NPC 記録カード、スケジュール表のようにゲームの進行の補助やセッションの記録を留めておくなどの用途に使用する特別なシートが存在する。ありがとうございます。